北欧三角に国賓訪問をスタートした韓国のムンジエイン大統領は10日、最初の訪問先であるフィンランドでニーニスト大統領と単独拡大首脳会談を開き、朝鮮半島の平和プロセスに対するフィンランドの持続的な協力を要請する。前日、ソウルを離れフィンランドヘルシンキに到着したムン大統領はこの日午前、 ニーニスト大統領が主催する公式歓迎式と歓迎レセプションで日程を開始する。続けて、ムン大統領とニーニスト大統領は単独及び拡大首脳会談を開き、1973年に外交関係を樹立して以来、多様な分野で協力を続けてきたことを評価するものとみられる。ムン大統領はこの席で、 最近の朝鮮半島情勢や朝鮮半島の平和プロセスを説明。これまで朝鮮半島平和のためのフィンランドの努力に感謝の意を表し、今後も変わらない支持と声援を要請するものとみられる。